今後のオープンスラップについて。これそもそもどういう音なのって思いません？私結構長らくそう思ってたんですけど、今回解説しよう。はい。ちなみにオープンは低い。でこの音程よりも高いの。はい。この違いがまず分かるかどうかっていうところなんですけど、ギターとかベースとか弦楽器でハーモニクスってあるんですけど、ハーモニクスみたいな感じだなと。この音なのね。これ。こう感じになってます。おお、わかりやすい。わかりやすくない？まずこの聞き分ける耳がないと、いくら練習してもどこがゴールなんだろうっていう感じになっちゃいます。この太鼓ってだいたいこのね、円形の太鼓、革が張ってある形の太鼓って半径から3分の1ぐらいが一番このベースの音が響くんですよ。で中に行くほど音がこう詰まるし、より外側に行くと今度高い音になりますね。もうここは音程が変わっているっていう感じで、さっきのオープンスラップのこの音ってこの音なんですよ。ここの音程ってこの気音と違うんですよね。知ってた？実は低い音系のオープンとかっていうのはこの低い方の気音を強調している音なんですが、オープンスラップに関して言うと今度高い方のこっちを引き出してあげてるっていう感じなんですよ。だから目指すところは、まあマレットがあればマレットでこの端をコンコンってやってもいいし、指でもできる人はわかると思う。あ、こことここの音違うなっていう風にね。ドゥントゥントゥントゥン、タン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 なると思う。でこれを引き出すのがむずいっちゅう話なんですよ。ドドン、オープンスラップ、前回の今後の回のスラップと実質同じっす。スラップは着地する、密着させる感じなんだけども、まあオープンスラップは打ち放ちですね、瞬間的に当たったらもう離れるっていう感じで、当たりどころはもう同じ。はい、でやっぱり、高い音なんで薬指なんですよ。薬指が重心で、かつ、付け根の方ですね、第三関節のこっちも私的には結構重要で、薬指の第三関節ここの辺ですね、こうくってこう折れ曲がるところがあると思うんだけど、その薬指の根元、ここです、ここの縁状って感じですね。はい。で、あとは各指の第一関節の骨。こういう形。はい。まあ、こうすると、大体こう、ブワーってこう、いろんな音が混じったような感じになると思う。ブワーってこう。それっていうのは、さっきの、この音と、この音が、一番メインの、気音と倍音があって間にもいろいろあるから、これが混ざった感じなんだイメージ的にはこの音とこの音とこの中間の音が全部バッってなると濁った感じになります。だからこれを引き出すのが難しいと思うんですが、これをじっくりやっていただいた方がいいと思う。はい。さっき言ったポジションでもう軽くでいい、軽く、てな感じでこの音程、これをここで引き出してあげるっていう感じなんですよ。はい、いいところっていうか、この音が一番
大きく抜けるところをまずこう探る必要があります。はい。あ、分かりにくかったらこれ真ん中を軽く押さえても出ます。これこうすると分かりやすく出る。タンタンタン、お、来た来た来た、ここここここってなったら、このままショットスピードを上げるっていう感じ。そうするとこのターンの音プラスアタック感っていうかな、アタック感って呼んでるんですけど、このカッっていうこのインパクトの音が出ます。これは薬と中指、あと他の各指の、まあ、同時に当たる音がアタック音として、この音をより強く強調するような感じ、イメージです。よろしいでしょうか？ だから必要な要素としては、まずこの正解の音程が分かるっていうこと。ゴールとする音程、コンガだったらこの一番端っこ叩いた時のこの音、これが一番カーンってこう抜けるように指を当てて探ります。で、軽く当ててると割とパンパンパンってこう柔らかい感じの音色になるので、あ、響かせたかったらこれでいいですよ。響く音でターンってこう柔らかい感じでいきたければこれでいいし、まあ、多くの場合こうソロとかでスパコンスパコンってこういく感じだと思うんで、一定以上のショットスピードが必要です。振り落とす力ね。フォームができたら、あ、見つけた見つけたってなったら、このままあの獅子落とし状態でやってあげればいい。肘支点で、どうでしょうか？